2024年6月30日、今から、まあ、1週間ほど前、に、風疹抗体検査予防接種のご案内という、まあ、昔からこれ、たびたび送られてきてるんですけども、子供の頃にも、風疹かかってるんですよね。で、それ、今までいろんなお医者さんに言ったりとかしてたんですけども、まだ送ってくるんですよ。だから、この辺のところ、だから、こういったところが、まあ、目的なんじゃないですか。値段のところですよ。まあ、税金で賄われる部分とか、保険だとか、そういうふうな形になってくるかと思うんですけども、もうこれ、全国民に送るのやめたらいいんですよ。かかった人だけ、病院に行ったらいいと。で、その抗体の、その、ワクチンに関して本当にあるんだったら、学生の頃に打っておけばいい。まあ、昔からはそうですよ。だからまだ医療機関の方法とか、だからダーティーな金の稼ぎ方が、コロナウイルスの生物兵器作ったのと対してしてることが変わらないと思いますよ。インフルエンザとか人間が作ってたものですからね。コロナウイルスに関しては生物兵器に関する条約違反です。